相撲のポーズといえば一体何？まあ皆さん思い浮かべるところあるでしょう。相撲といえば、あ、子供さんは何やと思う？どこ行くね、どこ行くね、いや落ち込むな、はいはい、あ、いやいやいや、めちゃめちゃ写真撮ったのやつか何を落ち込んで、え、行くよ、もう考えたね、もうこれもインスピレーション、行きますよ、3、2、1、どうぞいや、どこやそれ、それあの土俵の周りを回ってる人じゃんとか、相撲なんでや、俺の、ま、俺相撲取りちゃうわ、えらい検証かかっとるから、わ、理解していただけたから、子供さんに、いやもう、どこ行っとんねん、どこ行っとんねん、どこ行っとんねんな、いやでもある意味当たったかな、両方二人で検証回す人どこ見とんねんっていう話やけど、二人正解しました、大きな拍手を送りましょう、正解かどうかわからんけど